無念にも萩丸は捕らわれ、垂れ神戸の面をかぶせられてしまった。右門は身をもって逃れ、いかんな速さに部下の密告により捕らえられ、散々折檻された挙句、ついに日置場に引き出される。黒谷山の台場のために市長はさらわれてしまった。